介護士とは保育士の夫婦でリズミカルガスの雑草男ズドンとタカちゃんでございます。そして本日も元気いっぱいお手伝いしてくれるのは謎の覆面キッズダンサーズ柑橘系のわおアラズです。イエーイ。ヒューガナツです。わおお、なんだなんだ、お、なんだこれは。せーの、おー、エグザイル出た。イエーイ、サンキュー。そんなわけで本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。オレンジ色草親子遊びでニコニコ運動神経向上プログラム、本日78発目いきましょう。はい、本日の遊びはですね、バランスじゃんけんサバイバル、いってみましょう。どんな遊びかと言いますと、これはもう早速やっちゃいましょう。それではアマナちゃんお願いします。まず今日はですね、この新聞紙を使います。はい、それではアマナちゃん新聞紙を広げてください。はい、この辺でいいですかね。全開じゃ全開、はい、これでですね、新聞紙の上に立っていただいてじゃんけんをします。そして勝った方が負けた方の新聞を折りたたんでいきます。その新聞紙の範囲がいていい範囲なんで、どんどん範囲が狭くなっていくので、だんだんこう片足出しになったりつま先でこうなったりしながらバランスを保って、最後に先にこうバタンと倒れた人が、新聞紙から足が出た人が負けという、最後に残った方が勝ちというじゃんけんゲームでございます。靴脱いでいい？靴脱いでいいですよ。はい、それでは行きましょう。はい、レモンちゃん次ね、ヒューガさんと大対決してもらいますから。いきますよ。はい、判定の方ヒューガさん。はい、レモンちゃん判定お願いしますね。判定。こうタカちゃんが出たりしたところしっかり見といてくださいね。いきますよ。はい、最初はグーじゃんけん、はい、はい、からでしょ。はい、オッケー。さあ叩きましょう。よいしょ。はい、どんどん行きましょう。はい、最初はグーじゃんけん、ほい、はい、からでしょ。はい、どんどん叩きましょう。はい、行きましょう。はい、最初はグーじゃんけん、ほい。あー、はい、はい、最初はグー、最初はグーじゃんけん、ほい。あーおー、よし、まだ余裕ありますね、まだね。最初はグーじゃんけん、ほい。あー、やばい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 。半分に今この大きさです。よし、ちょっと待って、まだまだまだ両足乗りますからね。最初はグーじゃんけんほい。よっしゃよっしゃ、ちょっと三角に折ったらちょっとね、変な折り方しました。ちょっと変態形に折りました。はい、どうぞ。やばい、最初はグーじゃんけんほい。よっしゃ、どんどん折っちゃった。今度はおー、いい感じの折り方。まだこんな形です、こんな形。はい、いい感じや。さあ、よし、最初はグーじゃんけんほい。やばい、いや、もういよいよですね、そろそろ両足が乗らなくなってきましたね。はい、はい、まだいける、まだいけるけど、つま先や、これやばい、やばい、最初はグーじゃんけんほい。あー、まずい、これはまずい、結構やばい感じ、やばい。あ、ごめんごめん、俺が行っちゃう。どうしようかな、むにゅっと。いいんですか。あ、よし、2つ、あ、ありがとう、2つ乗るわ。くそ、よし、最初はグーじゃんけんほい。あー、まずい。で、これをこうさ、こうれば。オッケー、オッケー。これはもうね、両足が乗らないに片足だ。よし、グーじゃんけんほい。あいこでしょ、あいこでしょ。あー、やばい。結構もうこれは勝ったんじゃないのだろうか。これはまずいです。はい、よし、もう今こんな大きさです。この大きさ。大きさはこんな感じです。この差ですね。はい。結構かってる。いや、もうやばいな、これやばいな。判定お願いしますね。はいよ。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ、勝った。よっしゃ。はい、来い。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。勝った、勝った、勝った、勝った。よっしゃ。おー、いい感じの折り方すね。よっしゃ。最初はグーじゃんけんほい。よし、勝った、また負け。よっしゃ、でも乗り切る自信はあるぜ。いけるか、これはもうやばいやろ。最初はグーじゃんけんぽい。あらやばい。どんてんどんてんどんてん、ここついてる。え、こっちだって。今のアイコやった。あら、これノーガウンド、はい、いくで。ちょっとせーの、スタート。最初はグーじゃんけんほい。あー、負けた。
もうこれはもう負けたんです。もうやばい、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 もうこれはこれはまずい。こんな持ってる？こんなちょっと待って、バレリーナやバレリーナ。ちょ待って。はい。じゃあそっちがせーのって言ってよ。はい、せーの。よし。あはい、この勝負。アマネちゃんの勝ち。イエーイ。さすがにこれはね、これはちょっと乗らへん。これちょっと足。でも一勝目で。これとこれでね。はい。さあ続いてヒューガさんとレモンちゃん行ってみましょう。はい、はい、それでは。はい。その新聞はお預かりいたします。そうなんだ。はい。さあ、はい、回収回収。はい、行きましょう。さあ、それでは。前に置いたの。はい、テンポで行きましょう。お願いします。はい、行きますよ。さあ、準備いいでしょうか。はい、リオ。はい、ヒューガさん、ナイスポジション。それでは行きましょう。はい、最初はグー、じゃんけん、はい。はい、ヒューガさん、お手伝ってください。はい、レモンちゃん、足小さいからな、強いと思いますよ。最初はグー、じゃんけん、はい。はい、これでしょ。はい、ヒューガさん、レモンちゃん、じゃんけんするときに足がぐるんぐるんきてますけど、ちょっと、足の方を注意した方がいいですよ。最初はグー、じゃんけん、はい。勝ったりもじゃがさあ、畳んでください。どんな泳ぎ方でもいいですよ。でもこれちょっと大人が足大きい分不利。うん、不利やけどな。でも、最初はグー、じゃんけん、ほい。あ、レモンちゃんの反撃が出ております。さあ、追いつきました。もう勝負がじゃんけんですからね。その実力差あんまり出ないですね。はい、最初、おー、はい、最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、これでしょ。はい、レモンちゃん勝ちました。さあ、アマネちゃん、そろそろ判定が必要になってくるんで、ちょっとね、あの近くでしっかり見てあげてください。わしゃが近くか。うん、お願いします。はい、それでは、はい、いいですか。いきます。はい、せーの、最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、これでしょ。はい、レモンちゃん、皆さん。さあ、いよいよやばいです。ヒューガさんの面積が、もう、ちょっとアマネちゃん、ヒューガさんの面積とどのぐらい差ありますか。ですね。うん。このレモンちゃんのやつの4分の1ほど。4分の1ですか。さあ行きましょう。しっかりちょっとアマネちゃん見てあげてくださいね。はい、ちょっとあの、彼氏の旗なんで。ヒューガさんちょっとやばいと思いますよ。ヒューガ、はい行きますよ。はい、いいですか。最初はグー、じゃんけん、ほい。はい、レモンちゃんでした。ヒューゲー。オッケー。さあそしたらちょっとアマネちゃん向こうに回ってあげてくれますか。はい、さあいよいよこれ大詰めですよ。ほんでレモンちゃんあれ折れなかったらちょっとヒューガさんの折るの手伝ってもらっていいですか。はい、それではちょっとあそこ見てくださいね。はい、はい、行きますよ。いいですか。最初はグーじゃんけん、ほい。はい、これでしょ。さあこれはもうやばい。負けたかった。はい、グーちゃん折ってあげてください。変な感じに折っても OK だよ。まっすぐに折ってもいいし、グッと折ってください。グッと、もうこれ片足でしょ。お、縦に折った。これはもう完全に片足しか無理です。このよ形になっております。細長いね。これは両足が乗りませんね。あ、乗るか。つま先で、つま先でギュッと立ったら乗るな。あお、かか、ちょっとあのさ、かかと見るかかと。はい、いきますよ。最初はグーじゃんけん、ほい。おー、ヒューガさん勝った。ヒューガさん勝った。今のセーフですね。セーフでしたか。いやー、やったヒューガさん、やりますね。あの体勢でかかと耐えたらすごいですよ。はい、それではいきましょう。最初はグーじゃんけん、ほい。勝った。ヒューガさん勝った。さあ、レモンちゃんがどんどん追い詰められてきております。ヒューガさんの反撃が出ております。さあ、いいですか。はい、スタンバイ。最初はグーじゃんけん、ほい。どうですか、ついた。大丈夫。いや、まだ大丈夫でしたけど、今のアイコ、アイコ、アイコだったら今おりましたから。あ、はい、レモンちゃんの勝ち。これレモンちゃん、何、もう一回勝っても泣き、ま、負けても泣き。泣いてない。泣いてないか。あ、もっと強い相手とやりたい。なるほど。弱すぎた。いや、そんなこともないですけどね。ああ、よし。それでは続いてね、このバランス、じゃんけんですけども、さらにね、脳をね、活性化させるために、このじゃんけんを、表情じゃんけんに変えてやりたいと思います。そしたら、これを、はい、レモンちゃんとはやるか、タカちゃんと。どうですか。どうする。
アマナちゃんとやる。いいですよ。なら東京のアマナちゃん対レモンちゃん、最後ね、表情じゃんけんで対決してもらいたいと思います。はい、それではですね、ここからはさらに顔じゃんけんを使って、表情筋を使うことによってさらに脳が活性化しますので、表情筋を使ったじゃんけんでのバランスじゃんけんやってみたいと思います。そしたらレモンちゃん、こうアマナちゃんと勝負したいんですね。はい、OK。 それではまず表情、顔じゃんけんの確認からします。そしたらここ来てください。はい、いきますよ。はい、もうちょっと前に来てください。いきますよ。はい、グーチョキパーいきます。グーはね、鼻に全部寄せます。せーの、グー。ひわさん、いけてますか、みんな。いけてます。はい、ね、チョキはあいね。せーの、チョキ、あいん。いけてますか。あれ、アマナちゃん、もうちょっとあいんして。これちゃんと表現しないとチョキ出したことになりませんからね。はい、次、パーは全部パーね。お、パーはパー。はい、それではいきますよ。グーチョキパーいきますよ。せーの、グーヒヤキーパー、グーヒヤキーパー、グーチョキパー。はい、さあ、それではこれ表情じゃんけんはアマナちゃん思ってる以上にオーバーにしないと判定できませんからね。しっかりこんな顔の骨動かんの。そう、だから普段ね動かさないんでね、これ動かしておくと表情も良くなりますしね。バーグーじゃんけん。どうどう。グーだと。どうこれ。グーそれ。それグーだ。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 ってことはレモンちゃん勝ち。レモンちゃん勝ち。はい。これちょっとね、あのじゃんけんが時間かかりますから、2回やってください。2回折り。2回折って。2回折って。2回折って。もう一回。ゲーのゲー。はい、それでは、はい、はい、顔こっち向いてくださいね。最初はグー。じゃんけんほい。お、お、これパーとパーですか。あいこでしょ。これ分からへん。ひわさん、どうだこれ。チョキ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 。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。あまなちゃんのバランスがやばい。あ、何それ。チョキチョキ。ひわちゃんパー。あまなちゃんがチョキ。おー、さあ、2回俺を言ってください。さあ、レモンちゃんどうだ。これでちょっとはレモンちゃんも楽しくなってきたんじゃないでしょうか。さあ、ありがとう、ありがとう、いっぱい寄ってくれた。さあ、行きましょう。行きますか。はい、お願いします。最初はグーじゃんけんぽい。お、何時ちょっと、レモンちゃんパーやな。ということは、アマナちゃん、よし。さあ、なんか喜んでる人がややこしい。どんどん小さく折ってあげてください。どんどん。1 2できます。さあ、レモンちゃんやばいぞ。これはもう片足ちゃう。あ、まだちっちゃいから両足いくんかな。え、でも、あ、ちょっと、あ、両足いくやん。おー、いくやん。でもバランスが、さあ、そろそろ判定いるな。はい、いいですよ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。レモンちゃん何パーパー。はい、あいこでしょ。何？グーグー、あーいこでしょ。あ、パーとグーグー。じゃあレモちゃん勝ち。お、さあ、レモちゃん2回折りだ。もう絶対ちっちゃくなるよな。レモちゃん折れへんかったらタカちゃん折るで。硬かったらいける。いや、でそんなちょっとしかいいの。もっとガッと折らへん。ほんでいいの。よしよし、よし、いこう。オッケー、最後。え、はいはい、最初はグーじゃんけんぽん。チョキ、レモちゃんパー。じゃあ、アマナちゃん勝ち。おお、アマナちゃんもバランスやばいですよ。アマナちゃんも結構片足でキープしてますからね。これはすごい。なるほど、これいける。両足いけるの。おお、これやばいぞ。さあ、はい、いいですか。これもうラスト勝負になるぐらいの。これでいきますよ。最初はグー。もう一回、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 はい、5歳半で、5歳半で入ります。はい、最初はグーじゃんけん。5歳半で、もう一回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 、これは難しいから。あの、レモンがせーのって言って、そっから最初はグーチョキパイで、コースピードで。最初の余裕はどこ行ったんだ、レモンちゃん。さあ、行こう、こっから。はい、ラストハンド行こう。レモンちゃん、せーのっていいよ。片足にしたら、よし、高いの持ったら、持ったら、持ったら、よし、いける。
よし、せーの、最初はグーじゃんけんぽん。どうどうどう、すでにパーパーとパーパー、あいこでしょ、グーグーとグー、あいこでしょ、カムゲカムゲでチョキチョキとパー、え、チョキパーやった、チョキチョキチョキ、あいこでしょ、パー、あいこでしょ、グー、あいこでしょ、グーとチョキ、おなちゃんの勝ち。さあもうこれは折れないでしょう、2回折り、よし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 、せーの、最初はグーじゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、よし、これもほんなら勝負がつかないんで、最後そしたら片足で、その上立ってバランスを取って終わりましょう。はい、片足バランス取って、はい、補助なしで、はい、はい、バランスバランスバランス、ひゅうがさん代わりに行きますか。え、じゃあこっち代わりにやるからね、もうでもでこっち行きます、あ、それで行こうか、これ無理じゃない、はい、行きますよ、せーの、片足バランス、はい、それではまた会いましょう、デジカルでした。虹色動画とは、雑草男たかちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルです。いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。たかちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。